やあ、皆さん、こんにちは。プリンスでーす。トカゲくんでーす。リシャでーす。みなさん、おはようございます。おはようございます。はい、ということでですね、私たちは絶賛、寝起きのですね、髪の毛ボサボサのですね、一応服には着替えたんですけども、こちらの方が着替え忘れておりますね。最近反抗期なんだもんね。なんだよ、なんだよ、反抗期じゃないかよ、ちょっと。なんかさ、そろそろ多分声変わりすると思うから、うん、そうだよ、だからさ、いっぱいさ、喋っといて。わかった、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 わかった声変わり前のトカゲくんです。いえいえいえ、声全く何も変わってないお母さんです。あのですね、私たちはなぜこんな冷蔵庫みたいに冷たい玄関にいるかというとですね、こちらは実家でございます。牢屋じゃん、完全にさ。私のイメージの牢屋、ラジオ体操の時間ですって起きて、プリズンブレイクみたいにここの壁をぶち破って入れるぞみたいな感じのさ、牢屋に入れられてる気分でさ、玄関じゃん、ここすげえ寒いわけ。寒いね。今日はレイちゃんにぶち叩かれて起こされました。すいません。こうやって、ま、私は寝てたらしいんですよ。そうです。現場監督みたいな感じでこうやって寝てたらしい。そう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 。ということで今日は実家のルームツアーをするので、みんなついてきて。はい、ここは玄関です。玄関を開けると当たり前に靴を脱ぐ場所がある。ポテ君いるよ。ポテ君いるよ。ですね、レイちゃん専用の下駄箱なんですよね。あなたすごい贅沢な生活を送ってらっしゃいますね。ほらご覧ください、これレイちゃん専用のシューズクローゼットだよ。ほらこれも捨てれなくてさ。捨てれなくてじゃなくてさ、おかしいだろ。はい、ということでこちら、はい、ご覧ください。すごい長い廊下ですね。廊下の先には何が見えますか？ポテ君。ポテ君がいて、その上にはポムポムプリンがこちらを視察してますね。やばいやつが入ってきてねえかみたいな感じで、あれは実は防犯カメラかもしれません。こうやって長い廊下を渡っていくといろんなドアがありますね。あのすいません、実家は壁が白なんです。おかしいですよね。はい、この間さ、 YouTube ライブしたらさ、うん、ホテルですかって言われて、うちホテルですかって言われて、なんか殺風景すぎて。違います、実家です。そろそろ塗ってやろうかこれ。勝手にいろいろ大作戦しよう。OK、ね、やろう。うで、最近ですね、あのちょっと新しくなったトイレです。これちょっとウォシュレットってかそういうのが壊れてて、竹海さんと一生懸命にもうこうやってやって、それで、うん、竹海さんが、うわー、おいたちはもうトイレ工事もできるわいって言って、なんかすごい、うちらはアベンジャーズみたいな感じでさ、何でもできるみたいな感じでなんかすごい言ってたよ。この部屋何？え、入ったことない？ない。ここはダメだ。ここは怖いよ。一人で入ってみて。やだ。早く。怖いんじゃん。こちらはですね、はい、ご覧ください。こちらはですね、オイル様専用。のお風呂場でございます。本当はゲストルームとしてなんか作ったらしいんですけど、うん、もう完全にお犬様専用のお風呂になっております。ここ何ということで、こちら廊下を来て、ここはですね、ただの押し入れでございます。物あ、大変大変、流れが起きそう。これちょっと危険です。危険です、うん、大変。ということでですね、こちら、はい、歩いていきます。あ、開けた。ニコちゃんっていう、今ね、ワンちゃんがいるんですけども、ニコちゃんの専用ルームでございます。ニコちゃんをちょっとご挨拶してみましょう。ニコちゃん、痛い痛い痛い、ニコちゃん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 、何このさ、電池が切れかけそうな犬のおもちゃみたいなさ動き。はい、ということでですね、こちらのニコちゃんの部屋の前にあるところが、こちらはマリアちゃんの昔お部屋でございました。今それがですね、衣装部屋になっております。本当だ、すごいよ、見て。
ここに竹文さんの衣装がずらっと。うわなんか芸能人みたい。マリアちゃんのお部屋は今現在ですね、こういう感じのお父様だったりなんかレーナ様だったりの衣装部屋になっておりますね。マリアちゃんが住んでた時はここがマリアちゃんのウォークインクローゼットだったわけよ。そうそうそう、広くない？芸能人かよ。私のさ事務所のさ学生の寮多分このクローゼットぐらい。本当だって笑ってるけど本当だから。マジだよ。本当に大変だったね。トイレお風呂が2人で使ったんでしょ。2人で1つ隣の人と隣の部屋とつながってるからっていう感じですけども、こちらのクローゼットもマリアちゃんは学生時代からクローゼットを使われてたんですね。私はすごいですね、羨ましいでございます。こちらマリアちゃんの部屋は完全に衣装部屋にされてしまったということでですね。出てすぐこちらにあるのが何の部屋だと思いますか？てーれん。はい、こちらはピアノの部屋です。ママピアノ弾けんの？ママピアノ弾けるよ。これ何？え、マリアちゃんがバイオリン、一瞬バイオリン習ってた気がする。これ見て、自動で音楽が鳴るの、すごくない？はい、やばいやばい。 Say you, say me。 まるで私は弾いてるかのよ。特技ピアノなんです。そして問題の部屋ですよ。ここだけやっぱりさ反抗的な、この真っ白の殺風景な家に反抗的な家が現れました。こちらはレイちゃんの部屋です。きったね。ほらここに脱ぎ散らかされた、なんだこれは、コダックだ。コダックの着ぐるみ、身を剥がされたコダックじゃん。すごいこっち寄りで寝るんだね。すげえスペースあんじゃん奥にさ、うん、この間ドンキでこれ買ったのね。敷きパッドつけたのにこんななってんのよね。なんで寝相が悪すぎないだよ。なんでこちら閉めてるんですか？見られたくないから。そうですよね、絶対モザイク関係ですよこれ。え、でもちょっとね、ちょっとマシになった、モザイク。あ、ちょっとマシじゃん。あ、マリアちゃんの2倍あるんじゃない？え、嘘でしょ。でかいじゃんこのウォークインクローゼット。何ここ、一番いい部屋かも。学生寮の実家に住むって羨ましいな。私は15歳から東京に出てるんで、この家が私が東京に出た後に建ってるので、うん、ここには住んだことがないんですね、うん、だから私の部屋はございません、うん、ということでレイちゃんのこちらお部屋でした。でですね、こちら廊下をずんだかずんだか行って先にありますのがテレビとパソコンの部屋ですね。本当はノートパソコンじゃなくてデスクトップがあったんですけども、お店の方に行ったよね。まあテレビがあって、そしてこちらはですね、先ほどのポテ君の部屋でございます。今もう最近ね、寝る時以外はね出てるけどね。うん、すごいよね、人入れるもん。これ見たらいいよ、パナソニックの GIE の。これマジで匂い取れるよね。ねえ、もうパパがさもう興奮しまくって何回も私に LINE 来たもん。嘘、 GIE のもお前買え。すごいいいよね。でもこれ全く消えた、この廊下の匂い。見てみんな、これ福岡のキャナルシティでこちら作ったんですね。リーサ、マリア、デイナの部屋だけど、ちょっと4姉妹になってません？下にあゆみ、浜崎の部屋。やばくない？あゆの部屋って私が勝手に作ってたの。すごいポスター貼りまくってたから。で、私、マリアちゃん、レイちゃん。レイちゃんやばいじゃん、これちっちゃい、ちっちゃい。自分はもうサラサラスーパーロング、モテ、影がモテじゃん。マリアちゃんはすごいなんか静かみたいな感じ。静かちゃん、レイちゃん何、どうした？ジャリンコチエンかちびまる子ちゃんみたいな感じになってるけど大丈夫？こういうのをね、私が作ってずっとここに立てかけてあります。私が実家に来て泊まる部屋があるんですけども、そちらはこちらです。失礼します、待ち伏せです。こちらはですね、ダブルベッドとセミダブルがひっつけてスーパートリプルベッドみたいな感じになっております。こちらはキツネさんと私と都会くんが帰ってきた時だったり、都会くんが帰ってきた時だったり寝てるよね、ここでね、うん、しかもこのねベッドがね超高級シモンズなわけ。パパとママが使ってたお風呂、うん、めっちゃ気持ちいいよね。ちなみにレイちゃんのベッドもシモンズです。
しいだろ。中学生からシモンズって頭がイカれてるだろ。こちらにですね、私のマジでこれやばいよ、みんな。リーサズフィルム、これやばいよ。マジでウケる。あなたはあの時に戻りたいですか？え、どこ？人生の分かれ道は突然訪れる。こんな青春派で売ってた私が今はこうなっている。人生の分かれ道を経験したやつはこうなります。で、私がやってた、あー懐かしい、日本人の知らない日本語です。あなたのことはそれほどの。生海亮さんから、なんかリーサ様って、あーやばい、伝説の私の最初で最後の CD デビュー。私これ結構ね、友達とふざけて歌うんだから、カラオケで。ふざけてる、だってちゃんと本気で歌ってる。本気で歌ってるよ。ということで、こちらのフロアの紹介は終わり。ご覧ください、こちらにあるのがリビングにつながってる階段です。では行ってみましょう。レッツゴー。こちらにいろいろな歴史がまたあります。あ、じいちゃん。で、これはおじいちゃんです。私のおじいちゃん、悪そうだよね。すごい悪そう。ゴッドファーザーに出てきそうじゃない。ということで、階段を上がったらリビングです。パパとママ2人暮らしなのにさ、特大サイズの冷蔵庫なわけ。パパが今朝ごはんを食べています。おはようございます。おはようございます。ニコちゃんがすぐ食べかかる。キツネさんも朝ごはん中です。おはようございます。おはようございます。はい、ということでですね、リビングのこちらご覧ください。すごいんだから、この大型テレビ。何インチ、何インチか。75。うーわ、マジでこの家何なの。芸能人みたいな家じゃん。こっちに行くとですね、廊下ですね。これはあのうちの水族館で週に1回ですよね、お掃除の人が来るらしいね。すごくない、ね、すごくない。すごい、ニモいるじゃん。ニモいたり、ドリーもいる。ディズニーシー？シーライダーに乗ってタートルトークへ行こう。カメ入れてさ、それでタートルトークをさ、しようよ。お前たち、最高だぜー。うおぉここでさ、ディンディクディンディンディンディクディン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 そこの悪党みたいな全身黒の M 字にこうなってるスティーブン・セガールに似てる人、お名前は竹海です。竹海か。あー、パパ今度亀と喋らせたいな。やばいね、それ最高。あれ確実に最初当てられるの男のおじさんみたいな人なのよ。あー、ということで、こちらはですね、パパとママの寝室でございます。こちらがあのビジネスホテルですかってコメントされた問題の壁です。完全にビジネスホテル。なんでこの壁にしたんだろうね。へえ、変えよう。もう今度パパとママがさ、お仕事中に全部塗ってみよう大作戦やろう。やろう、塗ってみよう一回。ここピンクのヒョウ柄にしてみようよ。こちらが仏間です。仏間が洗濯物を畳むスペースになっています。本当はここにあの仏様がいるんですけども、はい、そう、トカゲくん偉いもんね。トカゲくんいつもやってるよ、帰ってきて、ね、洗濯物を仏様が見守ってくれておりますという感じのスペースです。こちら最後にお風呂、この間これあの買ってあげたやつですね。こちらがお風呂でございます。あー、すごい広い。マジで広いじゃん、超羨ましい。で、ここオープンウィンドウだし、スーパーホテルのラグジュアリールームみたいな感じのやつについてんじゃん、これ。なんか羨ましいよ、レイちゃん、こんな生活してたんだね、ずっと。そりゃワンルームに住めないよ。ユニットバスのお家に住めますか、あなた。住めるよ。私はそれで始めたんですけどね。でも本当偉いよ。ちょっと最後にあのスペシャルなものがあるので、ちょっと皆様をご紹介したいと思います。ここは LA ですか。これでちょっとね、 LA なんですよ、ほらほら、すごいいい天気。ここが我が家の屋上です。最高だ。めっちゃ思い出すね。夏だとさ、ここにねプールが出んだよね。で、私がデイキュアマークやった場所です、こちらは。また今年の夏もやりたいね。やろうやろう、やろうね。私が住んでる実家のルームツアーでございました。いかがでしたか皆さん。すごいですよね、うち。とっても芸能人みたいな家だと思いませんか皆様。はい、ということで皆様、はい、今日の動画見てくださってありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやってますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。はい、ということでですね、また皆さん次の動画でお会いしましょう。なんかリサでした。トカゲくんでした。レイちゃんでした。バイバイ。セレブルームツアー。